あ、すげえ、こうなってるんだ。ここで開けるのね。そうそうそう。はいはいはい。江口さんはもう、語彙力すごいでしょ、語彙力の塊でしょ。語彙力すごい。時にはから始まる。ついていけない。時には。時にはから始まる。誰かをだよ。あシュワシュワよ。シュワシュワよ。来た。うわでんなんなん。炭酸。炭酸。炭酸。シュワシュワ。コンサート。シュワシュワ。あスプレーはスプレー。あスプレー。スプレーあるやろ。シュワシュワ。フライフライ上げてるよ上げてるよ。ああ。アイシュワイ。ああ。どういうこと？炭酸はいいでしょ。炭酸はいい。ソウルソウル。炭酸はいい。シュワシュワといえばラジオでしょ。まあ確かにね。シュワシュワだよ。いやスプレーじゃない？スプレーあるよ。毎週聞いてる。まあ確かにスプレーありそう。うん、あるある。シュワラジみたいな。シュワラジやな多分。ねえなんでねなんで俺のフライは空いてるの？フライか。フライ一旦スプレー。一旦スプレー。一旦スプレー。やるよ。スプレー。次上げてくれる？次上げてくれる？次。おい！あ違うか。違うか。でかすげえ。いや違うか。何回やってると思ってんのよゲーム。暗いでしょうよ。暗い？どうしよう。連携取れてないよ相手。まずいな。本当にもう。暗いとスープ？うちの連携見せようぜ。見せてこ見せてこ。うちは最強。ナイスナイス頑張ろううちら。全然いける。まあ。帝国に怖いな帝国にって。まあ、フライ開けるか。フライ。何帝国って帝国に。あ分かった帝国ホテル。あなるほど。あなるほど。え斧斧斧恐怖政治。恐怖政治かませない斧で。連想のレベルが低い。違う。帝国怖い斧は違う違うビキニビキニ何が帝国ハーレムあっちの情報員小学生のハーレムじゃんこれタルマタルマくん自分の名前も書けないから分からん帝国もずいなでもシンプル知事やと思うな俺ああでもありそう知事なんか確かに行なんだろう政治に言ってそう帝国、うん、帝国帝国じゃあああそういうことそれだ帝国でもそれってステージあーでもいるかホテルうわこれすごいことしてるかもしかして、これきなこさんもダメ説あるよこれいや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 きなこさんまあ、これきなこさんがやばい説もあるよこれこれだからきなこのどっちも違うきなこの年齢的に多分稲妻イレブン見てたから帝国学園帝国学園帝国学園からストライクおー深いのねどうストライクが全部知ってるやんだるまさんどうよこれ全部わかるんやからあいつのことこれワイワイさんワイワイさんがしっかりしないとワイワイさんがどれかしないとですよ最後のストッパーいやだから確かこのゴブレットっていうのがお大きな意味なかったかななんかその大事な人が身につける腕輪じゃなかったこれきなこが知ってるゴブレットきなこポップがいけるかなきなこねゴブレット知ってる何の根拠知ってることを知ってるの全部知ってるからなでも一旦ホテルじゃないきなこホテルまあそうそうそう帝国ホテルははいはい素晴らしいまあゴブレットちゃいや知事っぽい気もするけどねまあでも確かにね知事いやここガンバンパイで行くんだ知事かもね知事がそのストライクは俺全然分からないストライクは結構強いよこれこのライン帝国スープとかないもんね帝国帝国天国スープうまそう帝国ラケット帝国ってなんだ帝国ウイルスアンパイアいやでもさすがに国って字が入る時点で知事は視野に入れてるはず国を作る上でやっぱ知事は欲しいからいや知事やと思うな俺知事か斧だったら知事の方が欲しいよね国きなこさんがどういう国を作りたいかじゃないまあそうよね斧そんなそんなちょっと斧で斧帝国作りたい斧でね恐怖かもしれんしねまあ最後まで仕事してるかもしれんビキニ帝国を
船戸さんが作りたがってるとんでもない風評被害ビキニそれで合わせたビキニになっちゃうめちゃくちゃ壮大だなもうパイの可能性あるのじゃパイの国ねパイの国男ならそうだよねまあそうだよねこれやぶでも知事じゃない知事いいよじゃあ知事でいいっすかはい知事めくりますおっ、あーでもなーピキニの国やったピキニだピキニだよなやっぱピキナコだピキナコピキニだよ風評がすごそう待って待ってシュワシュワ考えよシュワ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 俺惜しいってフライいやー待ってパイもじゃないじゃんパイあれをシュワシュワって思うもうシュワシュワパイもってシュワシュワ感どうシュワシュワかなシュワシュワそれシュワ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 ラジ先週のシュワラジ聞いたらクズアインシュタインのシュワ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 でシュワラジシュワ揚げ物関係になったフライだなフライだなじゃあフライフライビキニビキニ揚げんマグマビキニ揚げないなマグマビキニ揚げんかマグマ、揚げ物川、川、川じゃない川もあるな斧じゃないか魚もいるわ魚もあるわあー、確かにオイルあ、オイルあるよオイルどこオイルあるよじゃあもうフライいやいやいやフライオイルオイルウイルス魚じゃないいや、コンサート揚げるみたいな魚だと思うわそうそうそう揚げるみたいな揚げてないコンサートだ待って、シュワシュワ。あげあげ、点あげ、点あげ。待って、キングマ。マグマはごめん、マグマはごめん。さか、消えてなくなるぞ、マグマは。魚っしょ。さか、キングヌーよ。マグマでコンサートでしかないでしょ。あったもん。揚げ物関係で、なんかやったの、コンサート。で、井口さんレベルになるとゴーストあげるしね。あ、ほんとに？いや、ほんとにじゃなくて。ほんとにじゃない。いや見た見た上げてるとこ見た見た見たあのライブで上げてた上げてた上げてた魚だよし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 危な危な危なシュワシュワを回収するかシュワシュワ4だったよね4だったからあでもラケットじゃないアインシュタインのシワシワはシワ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 それシワやでも4だからこれ終わってもいい終わってんじゃんじゃあそっかきなこさんを焦らせるアインシュタインかそしたら終わらせて焦らせよきなこさんを今すごい焦ってる帝国がいい感じに刺さってる帝国がやばいめちゃくちゃ焦ってるやばいなどんな帝国って帝国って今マジで今だよだからビギニ帝国ビギニ帝国きなこのビギニ帝国よく目が混ざってたかもしれないだからビキニでポールでパイでしょこれきなこ帝国これだるま帝国だるま帝国だるま帝国語だるま帝国だろ自分のだろお前の帝国ポールでパイはもうダメね帝国帝国語でダルマ帝国のポールポールでパイでしょってもポール入るあたりがなね悩んでるな深いだいぶ悩んでるだいぶ今ので聞いてんじゃないの罰ゲームだなだいぶそうだよ好き勝手言わないからマジで受け身しかできやからねきついな帝国劇場ワンチあるなコンサート？そっちね。まあホテルつながりで建物みたいな。みたいな。あるかもな。悩んでんね。帝国を拾ってあげないと。いやまあ俺ら読んだからねこれ。いや俺らコンサートめくる？余裕あったら。めくろ。めくる。最後の一枚で。うわ！大丈夫？ラジオ。ソウル？ソウルだね。マジ？おいおいコンサートでしょ？おいでどうするでどうするでだからビキニちゃうので井口さんがビキニ帝国ビキニの可能性が違うあー帝国がね帝国よ帝国ね帝国ね井口さんがビキニだって言ったからいや連投で言ったから帝国よ帝国帝国かなんてこと言うんだなんてこと言うんだ
いや違う。ビキニはじゃん。は、ゆうさんもビキニかも。お、マジで今日限りだな。だるま。だるまも明日から。これマジでまずい。これマジで今週普通よ。夜逃げすら俺。配信終わったら俺どっか行くわ。本当にごめんみんな。マジで本当にごめん。売ったな喧嘩完全に。そういう話じゃないよ。井口さんのビキニ帝国はそれやったよ。言ってない。言ってない。言ってねえわお前まだわ。あ俺さ一緒に連れてかれ。この度二次三次を脱退することだ。ああ。そうか個人税か。以外ない。帝国まあでも活動続いてる。メンタル強。コンサートがやっぱ帝国やった説強いか。待って井口さん時計説ない？時には時計にはあるあるめっちゃある天才すぎそれきなこさん天才だぞそれいやそんなことない時計には時計にはよあれあれ実は五色で五色でもまずいのあれ時計にはって言って大丈夫それもまずいあやばいやばいやばいそれもまずい消されんかそれ時でも時には関わってないまあ関わってるな時まあまあそうねあるありじゃない行くめくるこれありじゃない男めくり行く見せてほしいな男はまあ俺ら読んだからねワイワイさん余裕ある余裕あるワイワイさんここでワイワイさんに行く行ったさいや俺ありがとうございます、ファーザー。ファーザー。時計がビギニってことですか？時計がビギニで今、前を見てる。ビギニあるビギニは一番、正直ビギニが一番熱い。ビギニ取ったらでも、でかない。でかい！だいぶでかい！そうやろ？控えめに見て、だいぶでかい。でも出せるやん、時計なんか絶対。絡められるはずやん。これ取られたらマジで痛いぞ、俺ら。ビギニ取られたら。いや、でも逆にさ。相手のビキニやったらどうするこれ相手のビキニやったら相手ビキニあるよいくら井口さんのビキニ井口さんとはいえ4抜けないと思うんだよね最初ので絡められなかったらうんうんうんいやどうかなここは一旦落ち着いてまあ常田さんならいざ知れず井口さんな無理だってもうここはやめとこおお次やねなるほどなやめとく相手のビキニかうちの井口さん舐めてるなこれやばいビキニかうちのビキニこれうちのビキニってなんだどっちのビキニかなんだ確かにそうだな相手のビキニやったらまずいなこっちのビキニはどうだろうビキニやったらでも青かもよどう使ってくるだろう青色だからねビキニビキニいやなんでビキニになったのまずわからんきなこ帝国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 からのかビキナコビキナコビキナコさんがマジで言われたようなんでも知ってるもんね何でも知ってるからねそうよ何でも知ってるからビキナコ帝国を作ろうビキナコ帝国ねビキナコさんねアインシュタインがどうするかな確かに4あるもんね言うてまあまあ3ですよ3で4来たら4来たらおっ手で握るビキニビキニだこのいやいやこの一連の流れを聞いてじゃないラケットだじゃあラグマじゃないポールポールで川川井口さん結構川は違うな川はどうだ確かにね肘のとことかねいやでもゴースト握る可能性もあるしねゴーストパイオノパイパイワイワイさんからのパイ井口さんが手で握りそうなもんちょっとまずいなでもこんなまずい方向に行ってるワイワイさんがパイって言ったらありうるやろありうるっすけどねおい怒られるって怒られるよ絶対怒られるいやオノオノラケットいやポールこれこれこれは
だからあと4択だね。4択だな。4択やねこれ。4択ある。4択やね。愛できる皮ポール。これスープの可能性もあるな。スープ手で握ってくらしいと。いや、スープの可能性ある。ABC スープとか手で握ってくらしい。パイを握るって言わなくない？パイを握るって言わない？ゴブレット握ってるかも、うん。パイを握るとは言わん。でもソウルも握りしめてるよ、イグさんは。あ、そうなの？あ、あるあるある。そうなの？ある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 。爪もあるやん。爪も考えられるの。あ、確かに握った時爪内側にくるからね。そうそう。あいや、でもそんなんじゃん。パイやって。パイやって。パイ絶対マイさんがパイって言うならな。これさ、ストライクさ、ボール握って投げて真ん中に当てるからさ。ストライク教えちゃうんじゃないのこれ。どう？いやー、うーん、まあでもアインシュタインの子やな。でもさ、これさ、相手5だからさ、ここ終わって2で次確実に勝つみたいな。いやー、アインシュタインよ、ここは。相対相対性理論よ。やったらしさが出ました今。もし川だとした時なんすか、なんすか川だとした。いや確かにね、ロマンちょっと。もし川だとした時、このパスはあんまりいいシチュエーションにはならない気がする。確かにそうだ。え、じゃあ川行く？川行く？川握る？いや、ソウルよ。誰だと思ってんの、井口さんよ。ジャスさんが川って言ったから。なんだ川って。川握るってやばい。ポールパイ川。やばいと思うな、まあ、ポールだけどな、多分本当にやばい。ポール握るっていうか、ポールは握るっしょ。いや、ポールはどうやろな。ポールあんま握んないからな。うん、あんま握りたくないな。握りいらんな。握りいらんか。握りはいらんな。もうボール、うん、そうね、ノン握りで。ボールでいいんだよね。ボールでいいんだよね。ふてくされとる。ふてくされとる。ふてくされとる。もうボールでいいよ、じゃあ。ふてくされとる。賞味マグマ。開ければ、じゃあもうボールでいいよ。ねえ、ジャスパーさん。皮がいいの。皮がいいの。ジャスさんはどっちがいいの。ジャスさんどっちがいいけど。じゃあ、皮いこ。じゃあ、皮いこ。かわいこ。皮で、皮で外れたら、ジャスさんが、ジャスさんが皮がいいな。皮で外れたらもう今日で配信最後や。イグチさんマジ信じてるよ。うわー、まあまあ、まあ、白だから白。おい、お前ら、お前ら終わったな。終わったな。終わったな、終わったな、このゲーム。5は無理。ゴースト、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 ポケモンポール？ポケモンポール？うわ、ストライクだ。やばい。ゴーストライク、ゴーストストライク、ラッターさん、マグマラシじゃない？マグマラシ？何何何？マグマラシ、いや待って落ち着こう。モンスターポールでもある。モンスターポール。モンスターポール。モンスターポール。あ、ポール。あれな。チャーホソモンスターポール。タルマイズ。マグマじゃない？まあアインシュタインポケモンって思ってる説もあるしねまだ。知らないけどポケモンっぽいな。知らんけど名前がな。ひなこさんが？何ポケモンそれ？ひなこさん、ひなこさんがあるかなそれ。わ、先生の爪とかあるわ。あ、確かに。あるわ。これはわからん。先生の爪。だってそれで言ったらハートゴールド、ソウルシルバーあるから。あ、ソウルじゃん。ソウルじゃん。ソウル。え、それじゃん普通に。待って、ポケモンの幅、ポケルスとかあるけどね。あるわ。ウイルスだ。うわ、もう大体いけるよ。無限に出てくる。個性めっちゃ出てきたよ。全部そう。ビキニのお姉さんいるよね。うわぁ、トレーナーいるな。これだ。いるやん。いや、いるな。いや、でもそんな。いや、きなこさんはここでビキニ行きたかった可能性もあるからな。きなこさんはビキニだよ。ここでビキニは特殊。ここでビキニ繋がってる可能性ある。ビキニのお姉さんめっちゃ好きかもしれないよ。全部ビキニに繋がってる。全部。全部繋がってる可能性ある。スープに入れたタルマ。いや、ケンタテのキャンプでスープ作りたくない。いや、そこか。カレーとか作れるな。作れるか。リアルガとか時司さどってるしな。時計ね。それはそんな高度なことある。スープも、スープも、まあでも何でもいけるって話よね。だゴブレット以外全部だ。うん。
じゃあでもよく考えてこんだけビキニの要素が出てくるのを拾ってくれって思ってるって絶対言ってた。だって押しすぎじゃないいくらなんでも。確かに確かに。いやそしたらまた帝国って言ってくる。帝国リターンズくれば。俺の帝国。いや爪じゃない、爪関係、まあ、アイテムでも技でもあるやん。マグマらしか爪だと思う。ひっかくとかさ、なんとかクロウとかいっぱいあるくない爪。あるなぁ。ある。いや、ある。マグマ団とかいなかったポケモンに。あー、いるかも。うわ、マグマ、爪強い。わかんないけど、まあ、モンスターポール。モンスターポールね。モンスターポールあるなぁ。マグマ、ポール。マグマ。全部繋がってるかもしれんしな。いや、爪、マグマ。いや、マグマな気がするな、アンパイに。アンパイで行く。ポケモンの名前、ポケモンの名前って来てるから。もしかしたらそのマグマの、マグマらしの名前なのかもな。確かに。来たか。行こう、マグマ。どれ？あ、え？あー、勝ったー。めーのね。井口さんやっちゃってください。井口さんもう決めちゃってくださいよ。井口さんやっちゃってください。井口さん、爪か。爪やな。モンスターポール兄貴。モンスターポールあるけどな。いや、サンやからな。マグマだと思ったら思った。いや、絶対マグマやと思った。うん、俺も思った。やっちゃってください。もうこれはいったっすわ。どんなパスでもこれはもう勝ちよ。じゃあサンは一回黙ってほしい。難しいよ。でも取る。川はやっぱ川いったから。川はやめ。パス。川。じゃあベンチベンチに。レッドカード？ベンチ。ほんま。川とか。ほー。炎のゴブレット。炎のアインシュタインじゃない？どう。あでも炎のビキニだ。ファイヤービキニ。ファイヤー。聞いたことない。ゴブレットとあファイヤーポールか。ポール行く？ポール行く？ファイヤーポール。ポールかパイよ。ファイヤーポール。ファイヤーソウルだ。いや、パイ行きたい人いるやん。パイ行きたいやん。握るやろ。でもそっか、皮で違うんだったらパイ違うな。いや、でも炎のビキニやと思うな、俺マジで。押しちゃって。押しちゃって。ビキニだ！絶対ビキニ。炎のウイルス。炎のスープ。ゴブレット割っとるん。あーすか。ポール行くか。いったれ。シュワシュワソウルかもよ。まあでも、有坂さんもラッターさんもポールやったし。うん。ポールで。うわ、オレミー！うわー！違うんか。え、まあまあまあ、白だから。だからソウルなんだって。え、待って、握るの、何じゃ。握る。だからパイだよ。じゃ、パイだ。パイだわ、じゃあ。手で握るでパイだ。パイだ。井口さんがマジで失礼やと思いきや普通にパイ握る。皮も惜しかったんだ。パイだ。普通にパイ握りに来てるか。これでももう決めなきゃ。3枚抜き、3枚抜き頼む。3枚抜きよ。どんなんでもいい。1? いけるっしょ、これ。で、そうね、爪。爪と。いやでも、ポケルスの可能性も結構あるし、ね、ソウルシルバーシルバーなの可能性もあるから、だいぶやな。マジか。え、これでビキニだったらウケるな。でもきなこさんのためにもビキニは一回やってほしいよな。きなこさんのためにも。ここまでさ、ビキニ題材に上げといて。ちょっと本人の声聞きたいわ、これ。黒やったらめっちゃおもろいけどな。確かに。もうどっちもヒヤヒヤしながら。足でおもろい。ビキニだけ。やめてくれってな。どんなお題出しても全部ビキニに座れる。かわいそうすぎる。ヒットボックスでかすぎる。パワーえぐいもんな、ビキニ。取ろうと思ったら取れるからな、ビキニ。いくらでも。コロッてくよ。これ超高してる。もういいよ、好きなだけ考えてくれ。いいよ、ちょっと長いん、ちょっと長いんじゃない。長いね、きなこくん。いや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 、きなこくん、あと2時間待てる。いや3個むずいのはわかるけど、2個でいいよ。むずかったら2時間。大丈夫、俺らを信じてくれ。まあ、大丈夫。だいぶ限定的やもんな、きなこさん。悩んでる。ちょっとやめて、うちの、うちの井口さん待たせてるな。本当に。いやいや、それずるいじゃん。それずるすぎる。てか、ワイワイさん、ワイワイさんも待たしてる。泣くって。泣く？泣いてんじゃないの、今。泣きながら。話をでも思い浮かばないよってなってるよ、これ。なんかワンチャンでもパイかソウルで悩む可能性もあるから。まだ。
腹痛3日目ウイルスじゃない、ま、ウイルス、ノロウイルスじゃない、まずウイルス、ノロじゃなくてもいいけど、ノロ、ノロは腹痛じゃない、3日目3日ってない、ベッキニで腹冷えたか、ビッキニはあるそれだ、やっぱ繋がってんじゃん、それだわ、平子さんがビッキニで過ごしてか、だから経験談ってこと、経験談、経験談、3日目が分かるってとことは時計があるってこと、こんなに絡めてくるって、ああ違う、待って、本当に、ま、何もきなこさんのこと分かってないな、こんだけビキに絡めてくるんよ、確かに全部絡めてるな絡められてる、なぜ腹痛になったかってとこね、そう、うん、3日が検索できる時計はマジで熱い、スープ、スープ、まあ、スープが腐ってた、急小学生パイが腐ってる、ウイルスは間違いない気がする、間違いない、ウイルス行こう、ドン、まずいこれ、まずいこれ、これやったか、スープも決めきろ、え、これ待って終わる、え、いやいやいや違うでしょ、3日ってなんや、パイが腐ってる、3日っていうのが大事だから、時間を伝えたいから時計なんじゃないの、いやそれね、マジである気がする、3日目、3日目の可能性もあるけどな、3日ウイルスだけでよかったら、やっぱラインつなげやんくてよかったら3日目がいらんはずだよね、時間の経過が腹痛でいいってこと、表現されてるってことは、アインシュタインの死因なんだろう、近くもっつい、いやスープで当たった、いやこれスープ腐らせてるか、負けたら俺ら井口さんがぶち切れられる、でも時計はあのずっと酒取れる、取ろうと思ったら絶対取れるはずなのよ、確かに、確かに、確かに、これだから黒説ある、ワンちゃんこれ黒の可能性ある、黒ある、だって取ろうと思ったら取れてるはずやん、取れてる、確かに取れてるわ、なんだなんだなんだ、時計かな、時計にスープは、でもまあスープ時計時計にはあの井口全部そこやん、井口さんで引っかかる、うわ俺時計やと思う、マジで行こう行こう、いいよいいよ、行こう、預けたその命、それ青いよ、それ青いよ、黒いよ、青いよ、行きます、青いよ、頼む、よっしゃー、うわー、待つい待つい待つい、まずい、まずい、だからあとはポケモンが爪だったんじゃない、え、でも腹痛3日目に爪、いや多分3にしたのはもう当て切ってくれっていうことだと思う、ポケルスをじゃなくてか、いやポケモン要素ね、ウイルスでもそうなるとビキニになるよいやスープじゃない、いやー最後はビキニしてほしいと思うよ、きなこさん、腹痛の原因考えうる限り食べ物の可能性が高くない、ビキニ着てた可能性、でもウイルスって書いてあるからね、食べれないんじゃないんだから、スープのスープしか食べれない、ウイルスで腐ってウイルスで3日間、まあ、熱い、車けた、食べ物関係だから、パイは、うん、食べ物ではあるけど、多分井口さんがパイやから、いやこれ麻雀のパイやから、皮効いてないだいぶ、皮効いたね、だいぶ皮効いてんじゃん、皮効いた、皮があったら効いてたもんね、皮なかったらいけてたかも、いい、皮キャリきた、2くらい効いてるよ、まあ、だいぶ、ね、これマジ合わせる顔ない、やばい、とりあえずポケルスでしょ、本当にやばいぞ、逃げとくこれ、本当にやばいぞ、逃げても負けたらもう、まだ負けてない、スープやと思う、頼む、ダンス、うわー、爪だって、パイ黒だわ、え、パイ黒スカウトですよ、パイ黒、みんな井口さんに謝ろう一回、いや、ほんとに、ほんとにすいませんでした、ほんとすいませんでした、すいません、すごい、ほんとに、ほんと皮だの、パイだの、いや皮だろ、ビキニだの、皮だの、すいません、井口さん、音はパイあるって、皮だの、いや、全部掴みますよね、全部掴みますよね、掴むでいろいろ抜き取れますよね、どうやろ、全部掴みますよね、はちょっとどうやろう